俺の知ってる新宿駅は一番分かってるのはここなんですよ。アルタ前っていうのが俺は分かってんだよ。こうコムサがあってここに紀ノ国屋があるわけですよ。これ多分ね、ドコモの本社かなんかだったと思う。上はね、なんか多分これ電車が通ってない。こうやって都庁とか損保のビルもあるよ。そうそう、損保ビルとかだから副都心ってやつだ。この辺りね、この辺りが分かってないわけですよ。アルタ前とかね、西武新宿あたり、この辺はね、まあそれなりに分かってるわけですよ。アルタ前から新宿駅を通って、ここにはね、ヨドバシカメラがある。アルタ前から新宿駅のラビリンスを通ってヨドバシカメラに出るっていうことを今回はやりますよ。お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちいいと思う。お昼休みはウキウキウォッチ、あちこちそちこちいいと思う。 How do you do?新宿駅は西口から早速スタートしましょう。行ってみましょう。新宿出て毎回思うんで、改札出てもう一回改札出たりするじゃん。は？なんだよこれ。どこがどうなってんのか上見ても分かんないじゃん。うちのあそこの改札からだと、うん、多分西口からしか繋がってないんですよ。ここ地下なんでしょ？地下なのにさ、なんで空が見えてんの？これ一見すると地上に見えるんだけど地下なんですね。上見ればさ、俺も行けるだろうと思ったのに、矢印が多すぎてさ、なんか上見てももう分かんないのね、これね。全部線路名しか。ラビリンスですな。西？ここは西なの？西です。今東から入って西にいるんだ。そうですよ、西に。あ、で改札を今出たんだっけ今？改札出ました。一回改札出たから、じゃあもう一回ちょっと軌道修正してもう一回中入りましょう。改札、え、何今ホームの中じゃなくて外でしょ。駅ではない。ここは駅ではなかったらここはどこなの。何が何だか地上なのか何階にいるのかが分かんなくなっちゃうんですよね。え、めっちゃみんな多分矢印、あ、本当だ。みんなここだって今ここだって指してるから、これここがハゲちゃってんだ。みんな分かってないじゃん。みんな分かってないんだね。一回今度は地上に出んの。あ、地上だ地上だ。ここ全然違うじゃん。